テクテク歩いて行こう。こんにちは。こんにちは。タンクポップ YouTube チャンネルご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日は越谷市の蒲生にあります、ポントントンさんに来ております。はい。マスターではない。マスターでは、マスター奥にいます。はい、ゲストさんがいらっしゃいます。はい、じゃあ自己紹介。荒木大輔と申します。通称サムライソウルという名前で活動しています。サムライソウルという。魂じゃありませんよ。サムライソウルです。はい。大ちゃん。妻の近子です。はい、近子です。よろしくお願いします。最近デビューしてね、はい、歌手デビューを果たしました。ほうほうほう、近子さんと大ちゃん、サムラソウルさんで、そのユニット名みたいな、チーム名ですか？一応、近くくる。近く、今のところね、また改名するかもしれない。今この辺に出てるかもしれない。近くくるです。シカググルね。チームググルさんから借りた。え、誰さんから？チームググルさんという、ね、チームググルっていうすごい応援してる素敵なバンドがいて、はいはい、その人たちの歌に感動して自分もやりたいって言い出したので、私が言い出して、そうなんだ。シカコなので、はい、シカググル。シカググルと、はい、名前の由来っていろいろあるんですね。ちなみにタンクポップの名前の由来は。タンクがカックンの持ち歌、はい、あ、カックンそうだよ、喋っていいんだよ、はい、今日もあの映ってないですけど撮ってます。今日も声だけ出演になります。カックタンクトップっていう持ち歌を歌っててね。タンクトップっていう歌ね。そして私が恋はポップコーンですね、はい、あの火傷するのよ。そうか、恋はポップコーンのポップ、タンクとポップでタンクポップ、はい、そして間に星が入っている星は皆さんの象徴です、はい、ね、私たちスター目指せっていうのもありますけれども、皆さんがスター、皆さんを輝かせたい、皆さんが輝いてると私たちも輝いているんだって、そんな気持ちが入っております、はい、ね、どんな活動、今後どうですか。あ、もう何でしょう、全然ね、なんか考えてもないし、有名にもなろうなんて思ってないんですけど、なんか届ける人、聞いてくれる人が聞いてくれればいいかなみたいな、その程度ですね。はい、まだ初めて2人だと。ご夫婦ですもんね。そうなんです。ご夫婦でユニットっていいですか。いつか一緒にできたらいいな。あ、じゃあ武道館、武道館でなんかネギとかどうですか。ネギ持ってもらってもいいし、なんかで絡んでもいいね。武道館で来てくれますか。もちろんです。言った。じゃあ横断幕書きましょうか。書道家でも。あ、すごい、ね、待ってこの方ね、書道家なんだよ、うん、あ、そう、うん、ネギみたいな、ね、ネギですか。ネギでいいんですか。それで始まるみたいな。楽しみですね。なんていうんですか。そんなライブある。楽しいけどね。あの炭をこぼしてさ、損料を取られるっていうお家の。あ、ここで書くってことですね。ブローカーで書くってこと。そう。あ、ちょっと書き物っていう、あ、いいですね、うんうんうん、書道家の方何人かいらっしゃるんですけども。あ、そう、多分俺が一番下のランクだと思う。いや、いいかもしれない。ね、ニコリンね。あ、ニコリンちょっとこっち回ってきて。ニコリンもいるんですよ。パンシャオか。ニコリン、ニコリン、ニコリン、ほら行った。あそこで。あ、ここでも。こんにちは。あれ、ニコリン。メガネ外して。本気モード入りました、ね、こんにちは。ニコリン本気モード。はい、ニコリン今アップ。笑ってないで喋ってください。アップで映ってますよ。はい、バックで恥ずかしい。ニコリンなんでバックもニコニコなんですね。恥ずかしい。あの自己モザイク。ニコリンはタンクポップの肩書きっていうのなんだっけ。ファンの1号です。あ、つきまといってそこだよ。言ってくれない。つきまといて、つきまといてね。皆さんお偉い方からあの、うん、何でしょうか。なんでちょっと黙ってんすか。ニコリン、あのみんなが武道館来てもらえるようにアピールしてもらえるから。
ほら、ニコリ。ニコリ、お願い、ニコリにかかってるの、私。ニコリにツボ入っちゃって、お笑いが止まらない。ニコリ。ニコリ。じゃあ、ニコリの笑顔で終了したいと思います。ます武道館行くぞ。お待ちしてます。お待ちしてます。ニコリ一番人気出るわ、これ。おいしいぞ、出来上がり。ポン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 。熱いうちに召し上がれ。やけどすんなよ。